伊達です。高山です。今日は緊急会。そうです、ちょっと緊急で動画回してます。先週ですか、ね、はい、先週末17日にね、新井薬師の大判ラーメンが閉店しました、ね、しました。38年か営業に幕を閉じ、うん、もう本当に若い時から行ったんですよ。僕がだからもうその小さい時に初めて行ったラーメン屋さんですね。あ、親と親に連れてかれて、でそれからだから30年以上通ってたラーメン屋さんが、うん、立ち退きということで、はい、駅の再開発に立ち退き、あの辺一体全部なくなっちゃうってことですよね。そうですね、あれがもう年内で終わりで、うん、年明けあのビルが全部、いや悲しいですね。悲しいですね、名店が、うん、で大判ラーメンはそのオーソドックスな東京豚骨ですよね。そうですね、もう昔流行ったカンナナ系というか、うん、豚骨とちょっと背脂と、うん、ニンニクと、うん、みたいな。これも最終週3回行ったんですよ、うん、3回行ったうち1回休みでしたから最終週頼むからやってくれやってくれよ、ね、やってくれよっていうチャンスがもうないんだからね。そうなんです。休まなくていいよ最終週は。でも休みました。確かに僕今月3回ぐらい来ましたね、うん、最高でしたね。最高、うまいよね。いや美味しいですね、うん、最近やっぱラーメンもすごいんで、うん、進化してて、うん、なんかちょっと物足んないんじゃないかっていう人もいますけど、うん、あれがラーメンですよね。ラーメン東京のね本当元祖カンナナで流行ってたラーメンじゃないですか、うん、中野来て今もう10年ぐらいなんですよ、はい、最初にそういうことを達さんに教えてもらったラーメン屋だから、はい、中野のトップ3を言ったら必ず入る。そうですね、美味しいラーメンでしたよね。佐賀屋の甲府県までチャリで行かなきゃいけないと思いました。あとあれもあります、野方ら辺にも甲府県、甲府県ね、ああいうのがね、うん、どんどん減っていくのかなっていう、ね、悲しいですよね。悲しいですね、あのタイプの味が、はい、あのタイプの特徴としては、うん、ニンニクが有料ですよね。そうですね、ニンニク50円とかね、ただのおろしニンニクなんですけどね。そうなの、おろしニンニク今卓上に当たり前のように置いてあるじゃないですか、うん、まあ、家系ラーメンとかね、うん、でも本来お金かかってますもんね。そうですね、うん、トッピングだったんですよね当時はね。そうですね、本当に20歳ぐらいの時は毎日食べてましたね。毎日食いますよね。毎日食いますね、もうとりあえず起きたら大判ラーメンっていう、うん、カレーとラーメンカレーとラーメン食べて、うん、でパチンコ行ってみたいな、うん、でサウナ行ってね。そうそうそう、でサウナ行ってで夜になったら居酒屋行って何もしてなかった。何もしてないまずね、うん、家の近くにあれがあったら本当にね。そう、でも本当にあれで10キロぐらい太ったと思います。あ、大判ラーメン、うん、あ、まあ他の選択肢がもう出てこないでね、あれが近くにある。まあね、そう、とりあえず行っちゃうから、うん、今年でいうとあそこもなくなっちゃいましたよね。中野新橋にある高山さん好き。そう、あれ紅葉路、紅葉路、うん、高揚路もなくなって高齢化問題ですよね。高齢化問題ですね。儲からないですからね、しょうがないですからね、うん、悲しいですね。悲しいですね。ただただ悲しい、ただただ悲しいっていうとこだ。ただただ悲しい回ですよね一応ね、なんか冷凍とかでまあやるっていうのと、うん、まあなんか少し休んで、うん、なんか全く考えてないわけではないって言ってましたけど。あ、本当？その再開を。あ、本当？うん、ああ、ただ都心は家賃も高いから、うん、なんかあんま大変ですよねみたいな。あ、まあ、とにかくね、あそこは続けてもらいたい。そうですね、何かしらで残してほしい。何かしらで残してほしい、うん、大役やるかって思ってましたからね。あ、でさ、うん、あ、やればいいじゃん。やりたいですけど ね、うん、ね、誰かやらなきゃね、残さなきゃいけないから ね、完全に自分のエゴですけどね食いたいってだけで、ね、食いたいってだけですけどね、会社巻き込むわけにはいかないですだから大判ラーメンのあの行列結構やばくなかったですか。いや、あれ熱いものがありましたね。俺もすごく熱かった、うん、まあそこそこ人気店ではあったけどね、うん、並んだりとかっていうのはやっぱり基本なくて、うん、あれはね、もう毎日10人20人並んでてね、うん、最後の週ね、平日も並んでましたよ。ああ、そうですね、うん、俺も平日行って並んでたんで、で休みの日に俺行った時に、うん、すげえ今日休みって時に、うん、みんなすげえがっかりしてましたもん、うん、みたいな。なんかね、いろいろ見てると結構遠方から来てる人。そう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 、やっぱそこが38年重みですよね。重みかなと思うんだよね。いろいろあってね、遠くに行っちゃった人も、うん、
わざわざ情報を聞き駆けつけて駆けつけてね、本当胸熱でしたよ ね、お店のね壁にみんな、うん、そうメッセージ書いてね、メッセージ書いてね、ああいうラーメン屋さん少ないですね。閉店するときそこまで惜しまれることってなかなかね、なかなかないですよ ね、高齢系のラーメン屋さんって、うん、結構ポッ急に閉まるじゃないですか。急に閉まりますね。急え困ったことに、ね、困ったことにね、あのお知らせなかったりするですですね、ちゃんとねお知らせあってね、結構ね何十年もやってて、うん、なんか2ヶ月ぶりぐらいに閉まってたりとかありますからね。この中のエリアでは結構重要なお店が一つなくなりました。本当緊急ですよ。緊急ですよ。コテマルって昔からあったの？いや、ない。あれはか2代目の人が。あ、そうなんだ。あ、入ったあたりかな。息子が作ったんだ。そうです。息子さんがもともと神奈川の、はいはい、丸山立教のとこで、うん、もう大判やってて、うん、そこが閉まって、まあ、お父さんがもう一人で回すのはきついからって、うん、一緒にやってやって、そのあたりぐらいからですかね。その時ぐらいから丼が水色だったやつが黒に変わって、はい、コテマルとか、はい、あのジャマイカつけ麺、ジャマイカつけ麺とか、ああいうのが始まって、はい、って感じです。餃子とかがね、最近なくなっちゃったんですよね、うん、カレーはあったけど、昔から。そう、コテマルは最近ですよ。あ、多分あの、中野のなんか料理、中野のふるさと料理グランプリみたいな、あ、そう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 、あれに多分出すように作ったね。うん、ね、食べたことないな。え、コテマル作ったことないの、うん、俺逆にコテマルしかないんですけど。特製しかないです。あ、そう。あ、特製コテマル俺いつも。あ、特製コテマルね。うん。特製は、あ、違う。あの、コテマル。いや、コテマルは違います。あの、背脂が入ってる。あ、背脂入ってる。背脂がたくさん入ってる。あ、なるほど。コテ、コテって書いてある。もやしのわけないじゃん。いや、なんかもやし、なんか具が少ないの。口漬けの、カレー用の口漬けあるじゃないですか。はい、あそこに、カレーの方、たくさん入れてくださいって書いてある。そうですね。あれ、たくさん入れてくださいって、普通ね、うん、2杯までとか書くとしたら ね、制限かける、制限かけますよね、かけないって、かけない、いけっていうたくさん食べてくださいってね。やっぱあのね、 T シャツもスープも残さず飲めよって書いてあるからね、うん、後ろに、うん、すごいですね。でもお父さんももう80ぐらいだった。あ、そうなんだ。最後の元気でしたよ。全然元気ですよ。あ、うん、まあ、でもちょっと計算できねえやってました、ね、あれもできてましたよ。できてたけどね。最後なんか、うん、結構いろんなお客さん見てたんですけど、うん、シンプルなものっていうよりは、うん、今まで食べたことないトッピングとかも全部入れてる人がいたんですよ。オールで、うん、1550円みたいな人もいたんで、みんなね、なんかこう最後に、うん、できること、大人になったらこれ全部トッピングしたかったみたいな人もいたんでしょうね、多分ね、うん、やっぱすごいですね、本当になんか高齢のお客さんもいっぱいいてね、うんうん、あんななんかな、まあ、そんな軽いラーメンじゃないのにね。おばあちゃんとか ね食べて、いや、若い時食ってたんでしょうね、うん、でもう食べれないわっつってました、ね、うん、行列で並んでたらおじいちゃんとかが、うん、ちょっともうダメだごめんとかって、うん、俺ちょっともうこれ以上立てないとかって帰っちゃう人とかも離脱する人とかもいたから、そうね、うん、そういうお店じゃなかったですからね、うん、割とね、いつでも行けて、ね、あそこみんな優しいしね、優しい、うん、いいラーメン屋さんでしたよ。本当にいいラーメン屋だったね。困るな、すごい困るよね。やっぱ二日酔いの日のあそこのつけ麺とかが良くて、今後ね、二日酔い対策も考えてくれて、まあ二日酔いにはつけ麺ですからね。そうです、もう今日食いたいですよね。今食いたい、今食いたい、だからもう話さない方がいいんですよ。話してもないから。結構飲み屋とかでも結構その話に今結構持ち切りの時とかありましたよ、大判ラーメン、でも中野に住んでても大判ラーメン行ったことないみたいな人も結構いるから、まあいますね、うん、そこまでの、なんていうんですか、全員で忍んでるってわけではないんですが、3人ぐらいで忍んでました。3人忍んでたもん、3人立派な人数、うん、立派な人数で1日飲みに行く3人ぐらいその話するから、ね、ちょっとディグラーな人出てこないですか、ね、そうです ね、お客さんがいっぱいいてもどうせあそこは閉めなきゃいけなくなっちゃうっていう、まあしょうがないですけどね、開発の初めて食った時さ、うん、とか若い時にさ、びっくりしたでしょ、うますぎて。びっくりしますよね。どう考えても再現不可能な味って。わかんないですもん ね。過剰なうまさ。うん、過剰なうまさ。あれ、子供の時に、あれ、ハマっちゃったらもうね、抜け出せない、抜け出せないですね。もうあれが、原体験になってる。原体験、原体験なんだ。原体験なんだ。
これ38年になかなか経営するのはね、簡単じゃないですね。簡単じゃないですよね、うん、えっと、何年まだ16年7年16年でしょ、16年も立派だけど、うちももうすぐ10年だ。あと 3倍ぐらい。3倍できないよ。できないってやらないとやばいですけど、うん、やらないとやばいけどやらないとやばいけど、あんな小さいね、6席ぐらいの店ね、うん、それだけで家族養って、うん、お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。悲しいですね。悲しいですね。見てほしいですね、うん、お父さんに特にしたからね。俺はもう本当にね、本当にちっちゃい時から言ってましたからね、俺でまだ10年ぐらいだからね、うん、本当一つちょっとリビングがなくなったよ、なんかね、感じですね。家みたいな感じで食べてましたからね、うん、いつでも食えたしね。そうそうそう、いつ行ってもいつ行っても食えた、うん、まあまあ仕方がないですけどね、うん、自分たちも変わっていかないといけない。まあでも逆にね、38年もやったらもういいだろうみたいなところもありますよね。自分たち、あの経営してる方はそうですよね、やってる方はね。でも本当お疲れ様でしたよ、尽きる。まあ尽きる、うん、あの本当にちょっとやりきった、うん、やりきったね。で人生の半分以上やってるわけでしょ。そうだって40からやったとこ38なんですか、80ってこと。そうね、だから多分まあもっとやっちゃいいみたいな、うん、ってことは俺たちも40ぐらいだからまだできるってことですね。こっから38年結構厳しいですよ。でもやったんでしょ。やったんですね。まあそれぐらいすごいことですよ。すごいことだよね、うん、でずっとあそこにあったんですよね。ずっとあそこにあるんですよ、うん、トイレのね、座敷を無理やり用紙にするやつがね、うん、マイナーチェンジは微妙にしてるけどね、ちょっとちっちゃいテレビがついてる、うん、あ、そうなんだ。そうそう、あれ途中だった、あ、途中だったんだ。地デジカで多分時間の時にやのがちっちゃい入ったような気がした。もともとあったかな。歴史を見てますね。伸びてますね、うん、まあまあそのずっと通ってるけど、まあその意外な本当に変わらないからすごいですね。味も本当大きな多分変化はしてないし、うん、結構すごいことですよ、この今の時代に、ね、どんどんね、うん、アップデートアップデートっていう時代に、まあ、変えないでもあんだけ愛されてて、うん、まあそういうお店ね、他にもありますけど、うん、やっぱそういうお店はね、みんな大事に、いつまでもあると思う。そうですね、いつまでもあると思うのだよね、うん、行ける時には行かないと。いや今後さらに来ますからね。いやそうですね、加速すると思いますよ、うん、この流れは。まあもう結構僕も知ってるベテランの方たちも、もっといつ辞めてもいいみたいな人たち結構いますね、うんうん、立ち抜きになんねえかなって言ってる親父さんとかいっぱいいますからね。やめたいけどもやめどきがわかんないみたいな。ね、まあ、70、80までやってね、うん、まあ、それなりに財もなして、うん、まあ、疲れますよね。疲れますよね。やりたいって人もいるし、本当にもうやめたいって人も、うん、面白いですね。今若手なんてこうお店なんとか続けたくてって頑張ってるけど、うん、やめたいって人たちもいるっていう、うん、チャンピオン側のうん、チャンピオン側のなんかあれそうですね、負けさせてくれっていう。そうだね、引退したいからっていうね、うん、負けたいっていう、うん、本当のチャンピオンだなっていう親父さん結構いますね、うんうん、来ちゃうんだもんお客さんがっていう。やめるわけにいかないっていう、ね、そう来ちゃうんだもんね。来ちゃうぞ。喜んでね、すごいですよ、うん、そういう風になりたいですけどね。なりたいよ。でも背脂ちゃっちゃ系のリバイバルが来てるじゃないですか。うん、だからまた今できたお店を中学生ぐらい初めて食べて、うん、まあそれずっとね、そう続いて関係性が続いていくとそうなると思うんですけど、うん、僕らが今からまたそれ作るの無理じゃないですか、うん、その青春の味を、うん、そうですね、今から作るの難しいんで、はい、だからもう時代変わっていくというか、うん、別に今も青春みたいなもんですけど、まあね。気に入ってるラーメン屋さんなくならないでほしい。うん、欲しい、ね、けど必ずなくなるっていうか、まあ、必ずね、形あるのなくなるし、うんうん、楽してもらいたいしね。うん。その俺食ってた時に、うん、なんか常連のお客さんとあのおじさん話してて、うん、来週からはずっとやつだからねって言ってて、うん、いやことで夏休みになってた。ゴルフやるでしょうね。ゴルフ好きなんですか。ゴルフ好きです。ちょっとゴルフやっててほしいですね。ね、元気にね。
まあちょっと惜しみな話でしたね今日は。そうですね、はい、ちょっとトーンのね低い、うん、話です、ね、トーンの低い話ですね。一応記録しといた方がいいですかね。絶対、うん、いやまあみんなね各地のそういうラーメンさんがあると思ったら、うん、そうまあ行ける時に行っといた方がいいよねって、うん、マジで行っといた方がいい。改めて思った、本当に改めて思いました、ね、ちょっと暗くなるんでこの辺でこの辺でその話を